私の大好きな人が今日来てるって。じゃあちょっと先行からは外れてもらいます。なんでよ。はい、じゃあ今日のゲストは渋谷アベマズから日向愛子プロです。渋谷アベマズ吉弘くんと同じもう組に入ってるんです。組に入ってる。組です。アベマズ組から松本組へ審査を受けに来たってことで合ってますか？合格。ありがとうございます。合格。もうまず今日面接始めていきますが、はい、渋川南波さんがなぜ落ちたかというと、はい、やっぱ圧倒的に態度が悪かったんですね。態度が悪かった。モラハラ男だしね、あの人。しかも恐ろしいことに毎回あの実技のね麻雀がいつもそざこという全然勝てない。お前のチームの監督だよ。かのこんな有名な M リーガーであっても厳しく審査していきましょ う。はい、はい、ちなちゃん、これあの人が新しいママよ、私たちの。それだあれ飛んじゃったじゃん。なんか久々にこの実技試験飛んだんじゃない？本日のもう一回とか言ってる。もう一回ないよ。やりたかったね。じゃあれやる。あのレイのルール。あ、ちょっといけるんだ。それやるか。今何時？まだいける、まだいける。まだひなたんが時間大丈夫なら。え、じゃこれ勝ったらいい？なんかってことでしょ？合格、合格。これやりたいだけじゃん、よしひろくん。え、なにこのライフポイントみたいなマーク。これがあの、レインの6回積もるときとか加熱したときに使う。あ、え、加熱って何なんだっけ？加熱っていうのは、オーバーヒートね。オーバーヒート状態。わかるよ、愛子ちゃん、オーバーヒート。すごいホットでしょ。愛子ちゃん、今日全然言われてなかったけど、愛子ちゃん、英語マジ苦手。そうなんだ。英語と漢字とカタカナが苦手なの。あと足し算と引き算と割り算とか苦手。何でも苦手になっちゃった。怖いなぁ。すごい !6 点 !5! うわぁ、どういうこと？うわぁ、ずるいずるい。やめてやめてダメだよ。何これ、ダメ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 、チー、何で、こうすると、加熱になったんで。何これ。いや、超面白かったよ。面白いよね。やってみていい、やってみていい。いや、うわ、やめ。邪魔しろ、邪魔しろ。邪魔しろ、しかも、これ加熱でロンされたことになります、今の。あ、リーチ、リアファンだ。ね、ただ、加熱、加熱バイマン。今、ひなたはリーチしたら、スモロロされちゃったので、これ加熱でロンされたこと。おい、また飛ぶぞ。なんだこれ。でもね、さっきね、なんかすごい楽しかったの。すごい楽しかった。よかった。も私もなんかホットだったの。654321みたいなのを体験したいな。面白いよね、あれね。そう、でも、あ、そういう欲に溺れた人間がちゃんと放出したから。確かに。リーチ、うわ、マジかよ。やばい、やばい。泣けますか？あー、ひなたん、チチチチチチ。おもろいね。今日はさ、なんかこの、私、このグミ100？うん。で、なんかこの、いろいろあったけど、ちょっとリフレッシュして、また、来週とか、なんかもういいか。めっちゃ、入ってこない。話なんか入ってこないか、こんなの。誰がこの話してくれよ。ちゃんと本当に本当にもっとこのルールを楽しもうよ。リフレッシュしたかったのにさ、もう味わったからもっと楽しもうよ。おお来たよ。いけるか、止めれるか、誰か誰か止めるんだ、誰か、ゴー、誰か止めろ、誰か止めろ、やばいやばいやばい、誰か止めろ、誰か止めろ、誰か止めろ、加熱だ、加熱、うん、6回目でちゃんとの高め、加熱食、加熱食、加熱、また飛ばした。やってられないよ、マジで。何だこれ、マージャン怖すぎだろ。あやちゃん見て、加熱でトップ取った。おめでとう。加熱条件、加熱条件、加熱条件だ。